どうも。目標は資産ゼロで死ぬこと。ウプ主です。本日はこちら。ダイウィズゼロ。本の内容を一言で言うなら、経験は貯金より尊い。3分後、この言葉の意味がわかります。貯金第一の規制観念に風穴を開ける。話題の作品。ぜひ味わってください。資産ゼロで死ぬとは何か。まず説明しましょう。ただ一文なしで死ね、ってことじゃないんです。経験に全投資して死ね。これが資産ゼロで死ぬという言葉の意味です。貯金より経験が大事ってことです。ここで言う経験とは足したような人生経験を指します。恋愛、旅行、喧嘩、そして成功と失敗。すべてが貯金に勝る経験です。貯金することは重要だろ。それを否定すんな。そう思われる方もいるでしょう。そんなあなたに質問。あなたが貯金する意味とは？もしもに備えて？それとも貯金が趣味だから？しかし考えてください。あなたはいずれ死にます。その時その貯金を持っていけますか？貯金がいくらあろうと、必ず人は死にます。経験をし尽くしたか否か、死のとこで人生を後悔するか否かにつながります。もう一度言います。貯金よりも経験に投資すること。経験に投資する意味を理解していただいたところで、実践編に移りましょう。貯金なしで死ぬ具体的な方法をお伝えします。意識すべきことは全部で2つ。1つ目は年齢に応じた金の使い方をすること。2つ目は病気になった時にすること。1つ目、年齢に応じた金の使い方について、本動画ではわかりやすく、若年期、中年期、高齢期の3つに分けます。まず若年期は借金もよし、額面を気にしない。中年期は資産形成開始、後半からそれを崩し始める。高齢期は事前の資産分配をする。です。具体的に解説していきます。マッツ若年期。若年期の特徴は給料が上がり続けること。金の心配をせずに経験を積める唯一の時期です。故に金を気にせずに経験を積みまくるのがおすすめです。次に中年期。中年期は給料が安定しだす時期。この時期は老後でも経験を積むための資産を形成するのがおすすめです。最後に老後。体力が衰えるこの時期。新たな経験を積もうとする前に、前もって資産を子孫に分配するべきです。そうすれば資産争いを防げるだけでなく、最後に経験にいくら費やせれるのかを把握できます。以上が年齢に応じた金の使い方になります。では続いて病気になった時に何をすべきか、についてです。資産がなければ病気の時どうしたらよいのか、不安に思っている方も多いでしょう。結論から言います。病気になったら諦めるのがおすすめです。私が一貫して述べているのは後悔ない人生を歩むこと。そのために経験の重要性を説いてきたわけです。後悔ない人生を歩めているのなら、たとえ病気にかかろうと、死を医者に宣告されようと、後悔の念は浮かばないでしょう。死を忌避すべき対象としてでなく、積極的に受け入れることを推奨したこと。このことが本書が世界的に話題になった一因とウプ主は邪推します。さて以上が本書の内容です。資産に関する経済的な話だけでなく、死についての哲学的な話も展開されている、稀な本になっています。死に関して悩みのある方、純粋に資産とお金の話が好きな方に、おすすめの一冊となっています。さて次回は記憶術の本でもやろうかなと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた。